面白くない冗談です。自分で面白くないって分かっていて、なんて言うんですか。私、神岡さんの考えていることが分かりません。スイッチを入れたらです。冗談ではありません。どうって言われても分かりませんが、大変だと思います。触らないで。
ヒガンバナには皮膚炎を起こす成分が含まれています。だから迂闊に触らない方が。帰ります。さよなら。何に対してでしょうか。そうですね。神岡さんは何でもありません。ごめんなさい。私のことどう思っていますか。井上さんに言われました。神岡は俺と違って信用できるし、いい相談相手になると思うぜって。ええ、神岡さんは私のことを心配しているって。私、神岡さんと井上さんが羨ましいです。お二人は親友なんですよね。お互いに気を使ってサポートし合っているんでしょう。麻生さんとの関係があるからですか。神岡さん、夢は見ますか。
少女か母親か老賢者が出てきて世界のことについて話す夢は見ませんか。そう、私は月の夢を見ます。夜、湖のほとりに私が座っています。大きなオレンジの月が空に浮かんでいて、それが湖の源、私が持っているカップの紅茶に映っていて、カップに息を吹きかけると紅茶の月も空と湖の月も一緒に消えてしまう夢。怖い夢です。逆です。さようなら。神岡くん、部室に行きましょう。なんだってことはないでしょ。麻生さん、話したいことがあるんだけど。何かしら。どうせだからコーヒーでも飲んでいく。うん、じゃあごちそうになる。狭苦しいところだけど、どうぞ入って。あ、部長いらしたんですか。ね、できれば席を外してくれませんか。2-B の東ゆりつづみです。あの、私のせいでごめんなさい。ありがとうございます。神岡くんはいいんです。部長には関係のない話ですから。
しゆりさん、砂糖いくつ？あ、うん、ありがとう。苦いやつちょうだい。ううん、今日はビターな気分なんだ。昨日のこと、ごめんなさい。私ひどいこと言っちゃったよね。ごめんね。そうだったかしら。昨日の夜ずっと考えていたんだ。麻生さんの立場も考えずに勝手なこと言って、私って嫌なやつだなって。もう気にしないで。私も意識不明事件を調査することに決めたから。謝らなきゃいけないのは私の方だわ。昨日のことはごめんなさいね。ごめんなさい。吉原さんのことは教えられる範囲でちゃんと教えるわ。でも今は待って。意識不明事件は事実関係を明らかにしてから絶対に教えるから。うん。でも私、吉原さんが疑わしいっていう意見は変えるつもりはないでしょ。いいわ、私が変えてみせるから。うん、私もそうなったらいいなって思ってる。東ゆりさん。何？やっぱり弓倉さんのために。あの子、あれが夢とか幻覚だったと思い込みたがっているみたいだけど、やっぱり私は許せないんだ。そんな奴がもしこの学園の中にいるのなら、私。あなたらしい理由ね。とにかく、あとはお互い結果を出すだけだわ。ね、東ゆりさん。そうだね。お互い頑張ろうね。そういうことなんだけど、神岡君はどうする？神岡君には話しておかなくちゃね。神岡君、いろいろ考えてたんだね。私、部長を呼んでくるわ。